皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もショバイルやっていきましょう。今日の動画はですね、 VS マッチの上位100名が使ってるフォーメーションをランキング形式にして発表していきたいと思います。で、どうやって集計したかっていうと、このマルチプレイの VS マッチのページですね、こっからランキングの詳細を表示 でこれが今シーズン、今のシーズンのランキング出てるんですけど、この前のランキングですね、こちらから上位100名の方のフォーメーションを一つ一つ確認して全部集計していきました。以前にもね、その上位100名の方の、まあ、フォーメーションをランキング化した動画あるんですけど、まあ、そっからね、どんな感じで環境変わってんのかなっていうのも確認しつつ、今回ね、やっていければなと思っております。で、ちなみに前回のランキング取った時は、3位が433の攻撃的、2位が433のフォルスナイン、で、1位が433のホールディングでした。なんでこの上位3個のね、フォーメーションがどう変わってるかっていうのもね、ちょっとね、注目しながら見ていただければなと思っております。そしたらフォーメーションのページでランキングの方を発表していきたいと思います。はい、そしたらランキングの方を発表していきたいと思うんですけど、まずはね、フォーメーションの数なんですけど、このゲーム、フォーメーションが全部で29種類ございます。で、その29種類のうち、使われていたのは16個でした。なんで、まあ13個はね、使われていないフォーメーションがあると。で、その使われていないフォーメーションなんですけど、このフラット、442のフラット、343のフラット、あとは、451のフラット。このフラットがつくものは、すべて使われてませんでした。なんでフラットはね、あんまし人気ないのかなといった印象がありますね。これね、前回集計した時も同じだったんで、まあ、ここに関してはね、変わりないかなといった感じですね。そしたらランキングの方を発表していきましょう。はい、そしたらまず12位の1票獲得のフォーメーションが5つございます。見ていくと、5221、352、4321、4411攻撃的、4231ワイドとなってます。これ見る限り中盤のね、枚数が多いフォーメーションが入ってきてるなという印象があります。まあ、ほんとこのゲームね、試合時間も短いですし、攻撃が圧倒的有利ということで、ポゼッションとかね、ボールキープ、中盤でうまく回したいよって方はね、この中盤のね、枚数が多いフォーメーションを使ってるんじゃないかと思います。まあ、それでもね、100人中1人なんでこのフォーメーション使ってるの、かなりね、貴重な人かと思います。ぜひね、気になった方は使ってみてください。続いて、7位のフォーメーション、2票獲得が、こちらも5つございます。見ていくと、433の守備的、4121になろう、4222、433攻撃的、442のホールディングとなってます。なんとね、前回3位だった433の攻撃的がここで来ました。今回なんと2票っていうね、めちゃくちゃ減ってますね。まあ、やっぱね、これもね、減った理由は何でしょうかね。やっぱ攻撃に特化しすぎて守備が、おろそかになっちゃうのかな、これだと。まあね、このフォーメーションも中盤の選手、真ん中の選手が CM に置かれて、結構ね、前目にポジション取っちゃうんで、真ん中スカスカになっちゃうんですよね、433の攻撃的って。だから、まあ、使われてないのかなという印象ありますね。やっぱこう見ると、7位のフォーメーション、すべて4バックのフォーメーションなんで、やっぱ4バックは人気なのかなと思います。特にね、守備が不安の方は、やっぱね、4バック使った方が守備は安定すると思うので、ぜひね、そういうのを気にしながら使ってみるといいと思います。続いて、6位3票獲得したフォーメーション見ていきましょう。こちら。343のダイヤモンドですね。まあ、こちらのフォーメーションに関しては、やっぱ中盤4枚、前線3枚っていうね、かなり攻撃的なフォーメーションになっていて、まあ、守備が3バックでかなり難しいんですけど、ハマればね、強いかなといった感じに思います。まあ、守備ね、不安な方は、あえてサイドバックの選手を、ここのサイドハーフで使ってみたりすると、守備が安定するかもしれません。まあ、それでもやっぱ攻撃3枚ここいて、中盤も4枚ここいるんで、このうまく7枚の選手使いながら、圧倒的な攻撃力で攻めて、まあ、ボールも持っていくのがいいかなと思います。守備に自信がある人はね、ぜひこちらのフォーメーション使ってみてもいいかなと思います。続いて5位、4票獲得したフォーメーションがこちらになります。4-1-2-1-2のワイドとなってます。まあ、これに関してはね、サイドハーフがあって、なおかつこのトップ下があるフォーメーションということで、結構サイド攻撃したい方は、こちら使ってみるといいかもしれません。で、この ST も2枚いるんで、この選手をね、高めの選手、例えばルカクとかね、ホーランドとかにして、高さがある選手にすれば、さらにこのサイドハーフで攻める選手、こちらが生きてくるので、そういう使い方してもいいかもしれません。あとはね、このトップ下の選手をどうやってうまく使うか、こっからね、うまくボール前2枚にさばいて、そこから攻撃展開できるかなといった感じですね。さらにね、このサイドバックの選手が追い越していくっていうこともすれば、攻撃の厚みもね、増すと思うので、かなりこのフォーメーションも強いと思います。ぜひ気になった方はね、使ってみてください。続いて4位、8票獲得のフォーメーションがこちら。4-2-3-1なろうですね。まあ、このフォーメーションに関しては、トップ下が3枚いるっていう、かなり特殊なフォーメーションなんですけど、あとはこのボランチ2枚。結構その攻守の役割がはっきりしていて、ほんとこの前4枚、ネドベド、バラック、デブライネ。このトップ下3枚をうまくこの ST の選手と絡めながら攻めていくっていう、まあ感じになってくると思います。なんでね、結構サイドから展開っていうよりかは中央からうまく攻めていく
フォーメーションになってくるんじゃないかと思います。そこにまあサイドバックの上がりを絡めていければ、まあ、サイドからも中央からもかなり怖い攻撃ができるんじゃないかと思います。ボランチも2枚いるし4バックなんで守備もねかなり安定すると思います。このフォーメーション、まあ、ワントップなのがちょっと一つ難点で攻撃の組み立てが難しいっちゃ難しいんですけど、まあ、先ほど言ったこのうまく3枚を使いながら攻めていけばそこもね解消できるんじゃないかと思います。まあ、この前線に置く選手もねなるべく体が強いちっちゃい選手っていうよりかはまあ大きめの選手ここからまた落としたりとかもするんで足元上手くて、まあ、パスが上手い選手置くのをおすすめします。結構ねこのフォーメーションに関しては中上級者向けのフォーメーションだと思うのでぜひねちょっと気になる方は使ってみてください。続いて3位13位票獲得したフォーメーションがこちらです。 4-2-4 です。まあ、このフォーメーションに関してもねリリース当初から人気なフォーメーションで結構使われてはいるんですけど攻撃に関してはまあ4人いるんでもちろんいいんですけど守備がめちゃくちゃ難しいです。やっぱこの中盤2枚っていうのがかなりネックになっていてやっぱ中盤の枚数少ないと相手に中盤でボール回されてしまうので相手のボールキープが増えて、まあ、この数で、まあ、じりじり攻められて失点っていうパターンが多くなってしまうので使うの難しいんですけど逆にねハマってしまえば強いフォーメーションとなってます。その中盤でボール取ってしまえばもう前線4枚常に張ってる状態なんでそこに当ててね数で攻めるっていうのが生きるフォーメーションなんじゃないかと思います。なんでね、まあ、守備に自信がある方逆にね攻撃ちょっと苦手だなって方はねこちら使ってみるといいかもしれません。続いて2位の21票獲得したフォーメーションがこちらです。 4-3-3 フォルスナインです。まあ、このフォーメーションの特徴は何といっても3トップの1枚真ん中の1枚が、まあ、CF になってることであとはね中盤もボランチ1枚とサイドの2枚が、まあ、サイドハーフじゃなくて CM っていうところも、まあ、特徴の一つだと思います。その結構中を固めたい方サイドじゃなくて地を固めたい方はこのフォーメーションおすすめなんじゃないかと思います。まあ、守備もね4枚いるんでその守備の安定性も抜群かと。まあ、その奥選手に関しては結構 CM の選手2枚をどう置くかがかなりキーになってくるんじゃないかと思います。攻めを重視したい方はアタック活動力高の選手をここに置くとかで守備意識したい方はディフェンス活動力高の選手をここに置いたりするのがいいかなと思います。そうすることによって守備に重点を置くのか攻撃に重点を置くのかっていうのがね分けられると思うのでその点がねかなりいいフォーメーションかなと思います。まあ、あとはねウイングは足速い選手を置いて、まあ、サイドからこうクロス上げでもいいですし自分でカットインしてねコントロールシュート決めるっていうのもいいと思うんで、うん、かなりねその攻撃の幅も広いですし強いフォーメーションだと思います。ぜひ気になった方は使ってみてください。続いて1位36票獲得したフォーメーションがこちら 4-3-3 のホールディングですね。いやもうね圧倒的に人気約3割以上の方がこちらのフォーメーション使ってます。でこのフォーメーションね前回も、まあ、圧倒的1位ということでやっぱね根強い人気があるかなといった感じですね。まあ、やっぱなんといってもこのフォーメーションの強みは中盤の、まあ、バランスと攻撃3枚前線3枚のバランスが非常にいいことだと思います。自分もこのフォーメーション使ってるんですけど本当に強いですね。でやっぱこれも CM に置く選手がかなり鍵になっていて、まあ、その攻撃的な選手を置くのか守備的な選手を置くのかっていったところに分かれると思います。まあ、個人的には攻撃特化した選手1枚守備またはね守備寄りの選手を1枚置く今みたいな感じですね。こういう配置をおすすめします。まあ、あと CDM はねビエラ一択なんですけど、まあ、こういう中盤のね、まあ、配置がいいかなと思います。結構ねここにディフェンス活動量中の選手とか置いちゃうと守備がね崩れちゃうんで僕ならねディフェンス活動量高の選手を CDM に置くのをおすすめしますね。まあ、あとはねウイングに置くならやっぱこっちが右利きこっちが左利きっていうコントロールシュートができる風に選手を配置するのがいいかなと思います。まあ、本当このフォーメーションもね中央から攻めれるしあとはサイドバックの選手もしっかり上がってきてくれるんで攻撃に関しても守備に関してもかなりやりやすいフォーメーションだと思います。なんでね本当1位は納得かなといった感じでもしねまだ使ったことない人いましたらぜひねこのフォーメーション使ってみてください。はい、ということで今回は VS マッチ上位100名が使うフォーメーションランキングを発表していきました。やっぱ前回のフォーメーションとねあまり変わりなく1位2位に関してはね、まあ、不動といった感じですね。特に1位の 4-3-3 ホールディングがまあ圧倒的人気でやっぱ強いのかなという、うん、印象ですね。本当にねこのゲーム攻撃がかなり有利なゲームになっていて守備が難しいゲームなんで、まあ、その守備のバランスも取れて攻撃もやりやすい 4-3-3 のホールディングが人気になってるのかなといった印象です。まあ、それでもねやっぱフォーメーションも使い方次第でどのフォーメーションも生きると思うし強いと思うのでぜひね自分に合ったフォーメーションそれが本当に一番なんで自分のそのプレイスタイルに合ったフォーメーションを探して使っていただければなと思います。ぜひね今回のこのランキング参考にしてねどんなフォーメーションチャレンジしてみようかなっていうのも決めていただけると嬉しいです。まあ、今後はねそのランキング上位100名が使ってる選手なんかもね、まあ、集計していければなと思っております。もし何か質問あればコメント欄の方によろしくお願いします。
ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。